ばんは、松尾清です。月曜日最後の1時間は松尾清のメローな夜。この番組はメローをキーワードにした大人のためのミュージックプログラム。僕の大好きな R&B を中心に、豊かで芳醇で色っぽい、そんな大人のための音楽を1時間たっぷりとご紹介します。寝酒のお供にメローな夜、どうかメローな音楽の魔法に酔いしれてください。今夜最初にお届けするのは、僕松尾清の提供作品からです。ノーナリーブスでスティル。お届けしたのはノーナリーブスで、彼らの2009年のアルバム GO に収録されていた作品スティルでした。僕はここで作詞という形で参加してますね。この曲、2009年の曲、ゴータ君からアイズリーブラザーズのそのバンド演奏時代のようなそういうテイストが出したいということで、楽曲を作るところから相談を受けまして、それで作詞という形でクレジットされてますけれども、一緒にミックスまで作り上げたという思い出深い一曲でございました。ノーナリーブスでスティル。改めましてこんばんは、松尾清です。メローな夜、9月3回目の放送、今月の放送はこれが最後となります。今週もレギュラープログラム、メローな風任せでお楽しみください。では早速新曲をご紹介いたしましょう。新譜それなりに止まってまいりました。この番組ではおなじみアンジーストーン、
ネオソウルの中心的存在の一人、そしてかつてはディアンジェロの、まあ、講師にあたるパートナーとしても知られていましたね。まあ、キャリア大変長い人です。久保田利伸さんとのコラボレーションでも日本では有名かと思います。そんな彼女が、先頃新曲をリリースいたしました。ニューアルバム11月にリリースするそうですね。その中からの先行シングルの一曲でもあります。聴いてください。アンジー・ストーンで Two Bad Habits。アンジーストーンの新曲 Two Bad Habits を聴きをいただきました。もう2つの悪い癖、もう自分でも愚かだなと思う、その生活上の、ね、やめられない習慣なんていうのは誰にでもあるかと思います。アンジーストーン、もう大人の女性ですけれども、そういったことを、まあ、平たく語っていきながら、そしてその悪い癖のいつも最たるものっていうのはあなたよ、という、こういうのなんて言うんでしょうかね。もうアンジーストーン演歌彼女は本当大変キャリアの古い人で、一時はヒップホップの世界の最先端にもいたんですね。シュガーヒルっていう古いヒップホップレーベルがございますけども、そこにシークエンスという女性だけのヒップホップグループがいまして、まあ彼らラップをやったり、オーセンティックなソウルミュージック、まあどちらもやっていたんですけども、その頃アンジーはもうラップもやってましたしね、その頃がでもいい喉をしてるっていうことで知る人を知る存在だったんですが、その後いろんな人のバックアップをやったりですとか、バーティカルホールドという男女混成グループをやっていた時代もあったんですけども、90年代に入ってからは、まあ、遅咲きではあるんだけれどもソロデビューして、そしてディアンジェロとの巡り合いもあって一気に名前を高めまして、リアルソウルをいつも提供してくれる、そんなアンジーストーン、 Two Bad Habits でした。さてバックで流れておりますのは、このメロの夜ではもう今まで何度となく名前も出てきました、この曲もご紹介したことがございます、ブラウンストーンの If You Love Me ですね。90年代の R&B シーンを代表する、まあ女性ボーカルグループの代表曲でございます。If You Love Me。作者のゴードン・チェンバースという人もこの曲で、名前を挙げて、その後ソロデビューを飾っております。そんなブラウンストーンの If You Love Me、早いもので20年近く名曲と言われて時間が経ってしまいましたけれども、子供の頃からこの曲が好きで、
で、頼まれもしてないのに、この曲に対して常にアンサーを送り続けていた男。それがカナダはトロントのシンガーであり、ラッパーであるトーリー・レインズという男性でございます。このね、トーリー・レインズっていう人は、まあ、ちょっとビジュアルなんか見ますとね、こわもてのラッパーって感じもあるんですけれども、メローな感覚も備えておりまして、ラップとも歌ともつかないような、そしてちょっとアンビエントな音世界の中で自分自身の美学を構築していくという、まあ平たく言いますと同じカナダ出身のドレイクの通った道を追っかけているような、そういう新進気鋭のアーティストですね。そのトーリー・レインズがブラウンストーン If You Love Me にアンサーという形で作り上げたこの曲、これ大変聞き物になっております。もともと If You Love Me の歌詞を知っている人には、腑に落ちるような、20年後のアンサーソングという感じで作り上げました。聞いてください、トーリー・レインズで Say It。You gon' have to do more than just. You gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I always want you to. You gon' have to do more than just. You gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I. So you gon' need to do more than just. You.I got though, ever since you hopped in, shut my phone, slammed my door. You know I know that you've been on it, but I've been on it on the low. So let a young hitter get down on it. Yeah, love when you spin round on it. Yeah, even though you're the one, you're shorty, I promise the truth. And when I come down on it, yeah, you'll love when I'm down on it. Yeah, you know I'ma spend time on it. Yeah, that's why I came back top down. You gon' have to do more than just.You gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I always want you to. You gon' have to do more than just. You gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I. So you gon' need to do more than just. You know.So let a young hitter get down on it. Yeah, love when you spin round on it. Yeah, even though you're the one, you're shorty, I promise the truth. And when I come down on it, yeah, you'll love when I'm down on it. Yeah, you know I'ma spend time on it. Yeah, that's why I came back top down. You gon' have to do more than just. You gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I always want you to. You gon' have to do more than justYou gon' have to do less for you. Cause I'm mommy, you know I. So you gon' need to do more than just. You know.Baby, show it,
aging like that wine, she said. Way too young and dumb, they put in enough time. I said, it's about how much you've lived, girl, not how long you've been alive. Pick your right, so it's been a while, I know. Let me control ya. Looking like she wanna fight, thinking about crossing the line, doing what she never tried, just might. Baby, don't you think about my age? It's just a number, I'll have you wonder how we're young and had your ass singing. Curiosity, take it out on me, I'll have you like, ooh, here he comes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 . How does he do it? Why does he do it? I want him to do it again. Ooh, here he comes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 . How does he do it? Why does he do it? I want him to do it. She said she know it ain't right, but it feels so good, it feels so good. Yeah, she told me to take my time. You say? I'm hoping she got nine lines. She gon' need them. Ain't gon' stop me when I speed up. She need a break, like, I'm a genius. When it comes to that body, test me, I'll ace it every time. But I did everything right, then I left her somewhere on cloud nine. She said she was right. Baby, don't you think about my ages? Just a number, I'll have you wonder how we're young and had your ass singing. Curiosity, take it up on me, I'll have you like, ooh, here he comes. How does he do it? Why does he do it? I want him to do it again. Oh, here he comes. Here he comes, here he comes, here he comes. How does he do it? Why does he do it?息の良い男性シンガー2組続けてご紹介いたしました、まずはカナダトロント出身のニューカマートーリー・レインズで Say It。 これはもうブラウンストーンの If You Love Me の曲を元から好きだった人にたまんない曲ですね。こういったなんて言うんでしょう、まあ、ブラウンストーンのこの If You Love Me 94年の曲ですけれど もう評価の定まった曲を、引用して作る場合、原曲を超えられないことっていうのがまあほとんどなんですけれども、トリー・レインズの場合はまあ超える超えないじゃなくて、あ、こういう角度で、まあちょっとこれ語弊がありますけども、名曲にツッコミを入れるっていうかね。 If You Love Me っていう曲はその本当に好きだったらちゃんと言葉で言ってよ、態度で示してよっていう女の人のこうじれったい気持ちっていうのをまあ見事に描写していたんですけれども、それ男性の立場でトリー・レインズはちょっとなんて言うんでしょうね、ある種のこうおかしみとか懐逆みたいなのを含めて、本当にクールに仕立て上げてましたね。続けてご紹介しましたトレバー・ジャクソン、このトレバー・ジャクソンっていう人はこのアメリカ人でございますね、まあ、いわゆるアッシャー・クリス・ブラウンの流れに位置する、まだ今年19歳という大変若々しいそんな男性シンガー、そしてアメリカではテレビにもねちょいちょい出てるというその役者さんでもあります。 Here I Come という曲、これは In My Feelings というフルアルバムとしては彼にとって初めての作品になるのかな、中に収められておりました。今バックで、流れております。ホーランドーツなんでって思われるかもしれないし、あ、そういえばさっきって気づかれた方もいらっしゃるかもしれません、82年のそれこそロックとソウル双方の性格を満たしたマンイーターという曲、この曲の中の Oh, here she comes というフレーズを踏まえて Here I come という、これはアンサーとは言わないのかな、まあオマージュソングと言えばいいんでしょうかね。しかしそれ歌ってるトレバー・ジャクソンっていうのは96年生まれですから、ホーランドーツのマンイーターはヒットしてた、時代にはもちろん生まれてなかったわけで、ちょっと原曲の呪縛から自由な感じが聞いてて気持ちいいですね。トレバー・ジャクソン、僕この番組で、きちっと紹介するの初めてなんですけど、もしかしたら以前名前ぐらいご紹介したかもしれません。こういう流れがあるってことで、さっき話したようにアッシャー・クリス・ブラウンの系統の一人です。今新しい流れっていうふうにお話しましたけども、新しい流れ、
それは R&B だけではなくて、最近はあのジャズの世界、こうね、まあ、ジャズファンと言えないぐらいの人でもやっぱり R&B が好きだとジャズの流れってのは今気になってるんじゃないでしょうか。この数年特に、まあ、ディアンジェロの復活なんかも R&B とジャズというのが改めて地続きなんだなってことを思わせてくれる出来事でしたし、ディアンジェロ周辺のミュージシャン、そしてやっぱりロバート・グラスパーっていうね、キーボードプレイヤーのこの数年の活躍がジャズにやっぱすごく面白い文脈を与えてくれてますね。活性化していることは間違いないと思います。で、ロバート・グラスパーがね、もともとジャズフィールドで、名を上げてきて、今R&B のアーティストとしてグラミーをもらったりしてるっていうのは、まあ、まさに本当30年ぐらい前のハビ・ハンコックの活躍をどうしても僕なんか思い出してしまうんですけれども、そういった、まあ、ジャンルを越境するアーティストとしてこの人の名前も忘れちゃならないなというふうに、思います。テリー・リン・キャリントンという女性のドラマーがいます。このテリー・リン・キャリントンの話は僕は、この番組で確か結構な長さでお話したよなぁなんて思って調べてみますと、2011年の秋にお話ししてますね。その時にご紹介したのが今バックに流れておりますエスペランサをフィーチャーしたクレイラっていう曲でしたね。エスペランサ・スポルディングはこの人もね、ボーカル、そしてベース、大変耳麗しいという、まあ、いくつものトピックを兼ね備えた女性でございまして、で、テリー・リン・キャリントンは女性であることに大変自覚的でして、女性だけを招集してライブをやったりすることで知られています。まあ、彼女自身どういう人かっていうと、今年ちょうど50歳でありまして、キャリアも十分、そしてかつて90年代にはね、自分でもマイクに向かうことが多かった、まあ、僕も世代が近いもんですからね、常に存在を意識してましたけども、ここ数年活動がなんかまた、華やかになってきましたね。で、モザイクプロジェクトというその彼女のライフワークともいえる女ジャズの企画の2枚目のアルバムが先ほどリリースされました。モザイクプロジェクトラブ&ソウル、これはね、前回よりももっともっと R&B 寄りです。メロネのリスナーにとっても聞きやすいアルバムに仕上がってるんじゃないかと思います。シャンテムーアですとかね、バレリー・シンプソンとかも、もう本当に名前を聞くだけでたまんないアーティストはたくさん参加してるんですが、今日はこちらご紹介いたしましょう。もうメロ寄りの女性4番バッターと言ってもいいでしょう。レディスをフィーチャーしております。テリー・リン・キャリントンフィーチャリングレディスで Get to know youBaby, all of my life, I waited for someone special to come. I wanted to know if you are that someone I've dreamt of and longed for. And all I'm asking for is you to know me.And ooh, just maybe we fit together. No future, no past. There's no measure, no blueprint. So let's just smile and make it last.Bye.
too long for you to see me. I'm willing, I'm strong, I'm worthy. Yeah, can't you see my heart right here, right now, baby? したのは女性ドラマーテリー・リン・キャリントンのリードアルバムザ・モザイクプロジェクトラブ&ソウルからレイディスイのボーカルをフィーチャーしていました。 Get to know you でした。続いてはこちらのコーナーです。今でも聞きたいナンバーワン。2010年3月31日に始まった松尾清志のメローな夜。この番組はメローをキーワードにして僕の大好きな R&B を中心に大人のための音楽をお届けしています。ですがリスナーの皆さんの中にはそもそも R&B って何だろうという方も少なくないようです。そこでこのコーナーではアメリカの R&B チャートのナンバーワンヒットを年度別にピックアップ、歴史的名曲の数々を聞きながら僕が分かりやすくご説明します。第23回目となる今回は1989年のR&B ナンバーワンヒットをご紹介しましょう。この番組松尾清志のメローな夜を毎回欠かさずお聞きくださってる、そんなヘビーリスナーの皆さんは僕が1988年という年、この88年を重要視していることっていうのは、きっとご存知かと思います。もう何度も言ってますね。88年、ニュージャックスイング元年、まあ、こういうこと言うと必ず、いやいや、キースセットは87年にデビューしてますよ、なんてことという方おっしゃるんですけども、本格化したのが88年ってことです。本当に細かいこと気にしないように。って僕が言うなって話なんですけれども。じゃあこの89年っていうのはどういう位置づけかっていうと、はい、88年の翌年って覚えればいいです。なんでしょうこの日本語。88年の翌年。つまり、ニュージャックスイングというムーブメントが、猛烈な勢いで定着していく、まだまだ上り坂の頃の1年と言えるでしょう。けどこれ定着していくっていうのは別の表現をしますと、まあ定着しきる前ということですから、つまりニュージャックスイングという音色が、この R&B シーンの景色を塗り替えていく前からの元々の色合いがまだまだ残っていた、そんな一年でもあります。1989年。ニュージャックスイング以外ですと、イギリスはロンドン、ブリクストンからのムーブメントでありました。ソウルトゥソウルのジャジー B が、まあ、仕掛け人になりました。グラウンドビートという、そんなムーブメントもございました。アメリカの R&B シーンに時としてイギリスから新しい風っていうのが吹いてくることがあるんですけれどもね、この年 R&B チャートナンバーワンに輝いた曲は全部で37曲ありますね。さすがにそのアーティストを全部ご紹介することはちょっと、曲数的に難しいんですけれども、この年の1曲目、これがねもう大変象徴的です。ロバータ・フラックのオアシスっていう曲が1位になりました。まだって言い方も変ですけども、ロバータ・フラックのような70年代のニューソウルの香りを漂わせる人がチャートのトップに、まあもちろんスティービーとかそういった人たちいますよ、そういった人たち。だけどロバータ・フラックが
チャートの1位になる時代だったんだなっていうのは、このソウルミュージック R&B っていうのを20年30年にわたって聴いてる人たちからすると、なるほどな、ちょっと、懐かしい景色だよなっていう気がするんじゃないかと思います。でそのロバート・フラッグの一週限りの1位という、まあ、ある種の快挙ですねに続きましたのがキャリン・ホワイトのスーパーウーマンです。キャリン・ホワイトという人はね、これはもう大変な美女でありまして、もともとはあのミスコンの常連だったっていうね、まあ、あと R&B ファンの間ではジャム&ルイス のルイスさんの奥様でもあったというのは、これもう本当有名なお話ですが、この頃のキャリン・ホワイトはね、あのデビューアルバムをリリースした頃で、まあ、西海岸のセッションでは大変あの有名になりつつありましたし、ジェフ・ローバーっていうキーボーディストに大変その度合いを受けてましてね、あの彼女の歌声っていうのはそのジェフ・ローバーのアルバムで聴くことができた。でそんなプロセスを経て自分自身のアルバムを世に放ったという、で最初からドカンと来たっていうスーパーウーマンなんですね。で、まあ、そのキャリン・ホワイトはもう3週間にあたって1位で、まあ、この89年結果として一番ヒットした R&B ヒットになったんですけども、そこに続きますのがニューエディションですとかね、バネッサ・ウィリアムス、バネッサ・ウィリアムスなんていうのはね、もう本当にミスコン嵐どころかミスアメリカに輝いた人ですからね。ちょっとこうロバータ・フラッグのように、まあお世辞にもなんて言うんだろう、容姿で売れたわけじゃないという人ですからね。その後にキャリン・ホワイトとバネッサ・ウィリアムスみたいな、こういわゆる綺麗どころがどんどんセンセーション巻き起こしていく様っていうのは、なんか時代の変革点だったんだなっていう気が改めていたします。そんな89年のナンバーワンヒットの中からまずは2曲聴いていただきましょう。11月4日、11日付2週連続ナンバーワン記録したのは男性3人組サーフィスでございました。 You are my everything。 この年大活躍したレジーナベルという女性シンガーがいましてね、レジーナベル、Baby Come to Me という曲も1位取ったんですけども、10月の終わりに1位になったレジーナベルの次の1位はそのレジーナベルをフィーチャーした You are my everything でしたね。そして、もう一曲、もう今となってはね、ちょっと忘れかけられているグループですね。Today という人たちご紹介しましょう。これニュージャックスイングムーブメントの中では割と中心に近いところにいたテディ・ライリーとも近いところにいた人たちなんですけれども、4月の8日1週限りナンバーワンになりました Girl I Got My Eyes On You、 もう今となっては隠れ名曲と言ってもいいかもしれません。には2曲続けて、お楽しみください。男性グループ2組、サーフィスで You Are My Everything、 そして Today で Girl I Got My Eyes On You。You are
giving all the love that you deserve. Cause you are, you're mine. Like every day, you're mine. And I want you to stay, stay in my heart. You comfort me. That's why I can truly see that you are mine. That's how I think about you, baby. You are, you're mine. Every day. Ooh.
1989年のナンバーワンヒットを集めてご紹介しております。今でも聴きたいナンバーワン、サーフィストゥデイと男性ボーカルグループ2曲続けてご紹介しました。サーフィスの場合は、ボーカルグループのように見えて実はバンドでもあったりするんですけれどもね、デビッド・ピック・コンリーというなかなかの、そうですね、音楽に造形の深い、メンバーがおりました。これプロデューサーとして大変活躍した時期でもありますね、デビッド・ピック・コンリーで、バーナード・ジャクソンという大変耳当たりの良いボーカルを聴かせるリードシンガーがいて、でもう一人のメンバーはね、マヴィン・ゲイと大変つながりの深い父親を持つという、まあそういう意味じゃあれですね、割とこうスターになるべくして、なった、そんな3人組だったんですけどね。僕も当時来日公演、渋谷のライブハウスでやったの見に行って、結構長いインタビューやったな。デビッド・ピック・コンリーっていうのは日本の女性とも付き合いがあってね、尺八とかもうまいんですよね。で実際尺八なんかのソロをレコーディングやライブで披露したりもするというね、本当に多彩な人でございましたね。サフィスはなんとこの年3曲のナンバーワンヒット出してるんですね。これあんまり語られないですね。 Closer Than Friends っていう曲、そして Shower Me With Your Love というバラードで、先ほど聴きをいただきました You Are My Everything という曲、もう本当にもう見事な活躍でございましたね。セカンドウェーブというアルバム大ヒットいたしました。まあ80年代の後半をカラフルに演出してくれた、そんな人たちです。で、Today はね、ニュージャックスイングムーブメントの中では最もハーモニーに重きを置いていた、そんなボーカルグループという印象はございますね。音作りは、まあ、いわゆるテディ・ライリーが作り出したニュージャックスイングのその直系のサウンド、人脈的にもそういうところにあるんですけれども、非常に丁寧な、ね、コーラスを聴かせるっていう意味で、僕はちょっとフォース MDs とかに近い印象を当時持っておりました。この89年、まあ以前からの大物バンド、大物グループっていう人たちもちゃんと結果を出してるんですね。大所帯バンドっていうのは今では本当に減りましたけども、この頃まだギリギリ残ってまして、スカイっていうねグループ、スタートオブアロマンスなんていうのが5月に2週連続ナンバーワンになっております。そして続けてアトランティックスターがね、マイファーストラブっていう超名曲ですね、出したこともありました。あとはバンドで言いますと、我らがメイズフィーチャリングフランキービバリー、 Can't Get Over You、 これ9月2週ヒットで、チャーリー・ウィルソンおじさんを擁したザ・ギャップバンド、All of My Love、 これおじさんジャックスイングでしたねおじさんジャックスイング、ニュージャックスイングを踏まえて作ってくることは間違いないんだけれども、貫禄があるっていうね、ガイが大人になったらこうなるんだろうなっていう感じのサウンドでしたね。いや今本当89年のチャートこうやって見てると、88年以上に面白いかなっていう気もしますね。まあけど88年の重要さを知ってるからこそ、この89年の面白さが分かるという意味において、ゴッドファーザーの1本目とパート2の関係に似てるかなという気もしますね。はい、話が分かりにくくなってますね、失礼いたしました。で、あとはイギリスからのムーブメント、グラウンドビートもこの年っていう話をしましたね。ソウルトゥーソウルのキープオンムービン、7月に1位になりまして、そしてバックトゥーライフ、これがちょっと遅れて10月にナンバーワン、いずれもイギリスではちょっと前に、その前の年から人気のあった曲ですね、もっと前からかの曲なんですけども、アメリカにもようやく伝わったという、そしてこの波はやがて、このソウルの世界のゴッドファーザーであります、ジェームズ・ブラウンのプロデュースへとつながっていくわけですね。ソウル・トゥ・ソウルのリーダージャズィー・ビー、大躍進の一年でもございました。さて、そんな感じで駆け足でご紹介してまいりました89年の R&B ナンバーワンヒットなんですが、最後にご紹介しますのは、冒頭で触れましたこの年最大のヒットを記録したキャリン・ホワイトのスーパー名曲でございますね。まあ、この曲のヒットと、そして完成度の高さで、作者であるベイビーフェイスの名声も決定づけられたというのが僕の見立てでございます。大
イトルがスーパーウーマンという風になってるんで、これは何でもできる女性を賛美してる歌かっていうと、サニーアラス、そこがベビーフェイスマジックですね。私はスーパーウーマンじゃないわと、うん、あなたが求めるような完璧な女にはなれないけれども、私は私の懸命な時間を生きているの分かってよっていう妻から夫への切なる叫び、それを男性のベビーフェイスが一生書き上げたということで、それはもう女性ファンはもう分かってるわ、やっぱりベビーフェイスはっていう気持ちになりますよね。キャリン・ホワイト、スーパーウーマン。かつて冷静と情熱の間っていう小説がございましたね。
まあ、冷静と情熱っていうのはこう対立する概念ではありませんで、こう静かな熱情っていうのも確かにあるというふうに思います。クワイエットストームという言葉がこの世界にありまして、これはスモーキー・ロビンソンの名曲のタイトルなんですけれども、そこから派生して、まあ、静かな熱を持ったそんな曲の総称になりました。クワイエットストームムーブメントってのは80年代の半ばから後半にかけて大変盛り上がりまして、その中心人物だったのはアニタ・ベイカーであり、ルーサー・バンドルスであり、レジナ・ベル、そんな人たちだったんですが、今挙げた名前いずれもこの年ナンバーワン記録しております。でこの新人キャリン・ホワイトもその流れの一つだったとも言えますね。クワイエットストームの名曲スーパーウーマンでした。まあ、クワイエットストームっていうのはもう今本当ロストヒストリーというか、ニュージャックスイングとかの華やかさの陰で、80年代の終わりにもまだそういうクワイエットストームムーブメントがあったことは忘れられそうになってるんですけれども、まあ、10月の終わりから11月にかけてね、レジーナベル、そしてレジーナベルをフィーチャーしたサーフィス、そしてサーフィスがプロデュースを手掛けたジャーメイン・ジャクソンの Don't Take It Personal、 こういった曲が1位のリレーを果たしたという、そういったこともぜひメロルリスナーの皆さんは記憶に留めていただきたいなというふうに思います。以上、今でも聞きたいナンバーワン89年編でございました。この番組松尾清のメロの夜は皆様からのご要望ご感想もお待ちしています。パソコンから NHK のホームページへアクセスしてください。ホームページのアドレスは nhk.or.jp/mero/です。さて、楽しい時間ほど早く過ぎてしまうもの、今週もそろそろお別れの時が迫ってきました。ということで、今週のザ・ナイトキャップ寝酒ソング、今夜はチャーリーズルーツの Show You The Way To Go、 こちらをお楽しみいただきましょう。ジャクソンズのカバーですね。これからお休みになるあなた、どうかメロウの夢を見てくださいね。まだまだお仕事が続くという方、この番組が応援しているのはあなたです。次回は来月10月5日月曜夜11時にお会いしましょう。お相手は僕、松尾清でした。それではおやすみなさい。